はい、皆さんこんにちは、橋口です。今回も、手裏剣戦隊忍忍者プラスチックカードガム開封動画第2弾ということで開封していきたいと思います。では一袋目開封していきます。さあ何が出るんでしょうか。非常にワクワクします。このプラスチックカードがね、頑丈にできてるんでね、すごい安心です。水に濡れても大丈夫。はい、1枚目、じゃじゃーん、何が出ましたか。お、ガマガマジュダブリです。はい、2枚目、じゃん、青忍者初登場、初登場です、青忍者。やったー。さあ2袋目いきましょう。青忍者いいですね、幸先いいですよ。さあ2袋目、1枚目いきます。じゃん、お、桃忍者と忍者一番刀が出ました。2枚目、お、加藤クラウドヤクモ、ダブっちゃいました、ダブりですね。はい、じゃあ3袋目いきます。3袋目、1枚目いきます。じゃん、お、青忍者とガマガマ獣初登場です、来ました。そして2枚目、じゃん、伊賀崎風花、ダブリです、ダブっちゃいました。さあいきます。はい、4袋目いきます。順調ですよ、今回順調に来てます。いきます、4袋目、じゃん、何出た。お、白忍者と忍者一番刀初登場です、やった。はい、2枚目、お、手裏剣戦隊忍忍者全員集合カードです、いいでしょう、素晴らしいじゃあ最後ラストですね、ラスト開けたいと思います。5袋目です。さあお願いします。1枚目、5袋目、1枚目いきます。じゃん、お供に忍び丸出ましたね、これはダブリです、ダブっちゃいました。2枚目、お、鬼忍者初登場、やったー、やりました。では最後までご視聴ありがとうございました。次回に続きます。ではグッバイ。